はい、えー、8月13日日曜日にベガルタ仙台は、えー、ザスパ・草津群馬と対戦するんですけども、あのー、そのザスパ・草津群馬の監督をしている大槻剛さんっていう人についてちょっと話そうと思うんですけどあのー、まああれですよね浦和レッズで以前監督をしていてあのー、オールバックで眼鏡かけて。 コアモテでねスーツもこうバシッと決めてコアモテの監督としてちょっと有名になった人なんですけどあの組長とかアウトレイジとか言われてあのあれですね有名になった方ですねで見た目怖いんですけど結構その会見で話してる内容とかあと、まあ、YouTube にも何個か上がってると思うんですけどその。 大月監督の話してるところを見るとなんかまあ面白い人ななんんだろうう僕思うんですよ、うんまあ、もちろん頭もいいでしょうし面白い人なんだろうなって思って結構その選手から信頼を得るタイプの人なんだろうなっていうふうに思いますね。えー 結構まあ毎回は見ないですけど今のザスパー草津の試合後の会見の内容とかもちょっとちらっと見るんですけどあの本当なんか読み込ん読み入っちゃうしその会見の内容も、うん、こうやっぱ面白い人なんだなと思いますねええー、でねまあちょっとね見せちゃうけどこんな感じのねこれ浦和時代の。 裏時代の大月監督、こんな感じでね、こんな小表のね、ヤクザ風の風貌でね、あの監督やってね、有名になりましたね。今は、もうこんなあの感じじゃなくてね、もうちょっとジャージ着て、髪もウォールバックじゃなくてね、あの、そんな、ちょっともう、緩くなりましたけど、当時はやっぱこう、パフォーマンスというかね、ちょっと見た目からもかまさなきゃいけないみたいなところで、こういう風な感じでやってたと思うんですけど、やっぱり、 僕がもしね、こう、こまあ、サッカー選手とはかけ離れた存在ですけど、もしサッカー選手というかね、一位なんかスポーツをやる選手としてね、こういう人が監督だったら、なんかこう、面白い、面白そうだなと思いますね。はい。なんか怖いところもあるのかもしれないですけど、それ以上になんかワクワク感があるなと思いますね。うん。で、このお月さんなんですけども、 出身が宮城県仙台市で、えー、仙台2高出身ということで宮城県で一番あれです、ね、偏差値が高い高校なんで、まあま、間違いなく頭がいい人でその後仙台2高を卒業後筑波大学に進学して、えー、高校の先生になられたということで宮城県富谷高校で。 教師を務めながら JFL、ソニー仙台などでプレーをされたってことですね。教師やりながら、自分も、まあ、サッカー選手 JFL ですけど、まあ、サッカーやって、それでまあサッカーの方にこう専門的に進んでいったっていう感じですね。はい。そうですね。でね、この人は浦和レッズの監督になるときに、 あの当時ね、あの今、ベガルタ仙台の監督をしている堀監督があの解任されて、その後を継いだっていうね、その後を継いだ大月さんが裏列の監督をしたっていうね、くしくもね、そういうね、あの歴史のね、流れもありましてね、えーまあ、この堀監督っていう人は本当に、うん、堀監督じゃねえよ、大月監督っていう人は本当に、 面白い人だなと思って去年からねザスパ草津の監督をしてザスパ草津群馬の監督をしてて去年は、うん、あの残留争いしちゃったみたいなんですけど、まあ、継続的に指導してきたっていうところで今結果が出てるみたいで、えー、9戦負けなしだったかな負けてなくてもう本当プレーオフにもね行くんじゃないかみたいな今8位ぐらいなんでまだ全然プレーオフ入る可能性もあるんでね。 ちょっとね、ベガルタとしては結構、まあ、前節のね、ジュビロ・イ田タに引き続きね、あの、手強い相手になるんですけどもね、あの、まあ、ベガルタ僕応援しますんでね、えー、まあベン、ベガルタ応援しますけど、まあ、大月監督のね、あのー、会見なんかにもね、期待してね、あの、ちょっとね、このし、今回、日曜日の試合はね、楽しみにしたいと思ってます。えー、以上です。